ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。今日はですね、ここ幕張メッセに来ております。何があるかというと、ベビーメタルさんのワールドツアーの日本公演に、私ヒカキン来ました。今日はレポートしたいと思います。なんとね、今回ベビーメタルさんとコラボしたゲームが遊べるということで、ここね、ゲームブースがあるんですよ。そっちにもあって、モンスターストライクマルチバーストの会場です。で、ここでね、これからモンスターストライクマルチバーストヒカキン武道会という大会をやります。僕と戦って勝てれば賞品で、僕負けると罰ゲームみたいな大会やります。大丈夫ですか？あ、もう始まってる、始まってる。あ、始まった。ハーレーエッツだ、こっちは。私からですね、立て噛んでいきます。いや、3連敗してお茶3回飲みましたよ。いや、マルチバーストはね、また奥が深いっすね。楽しかった。というわけで、ベビーメタルさんのグッズをゲットしてきました。まずですね、ベビーメタルさんといったら狐のお面ですよね。もう会場の皆さんね、みんなこうやってるからね。はい、こちらがフォックスマスク、ベビーメタルのボスです。あとね、キツネつながり、こちらサングラスなんですけど、これフォックスガードって書いてある、キツネの神。こちらのね、サングラス、外せメガネ、なんか外せってこう言うんですよね。そして最後こちらね、フード付きのタオルなんですよ。これほら、こんなんなんですよ。このライブの時とかね、こう、あとベビーメタルさんが来たりしてるんですよ。こうボタンついてて、こちらがフード付きキツネサインマントタオルで、さりげなくね、もう今日ずっと最初から着てたのがこれ T シャツですよ。こちらね、メタルゴッド T、 僕は L サイズがちょうどよい。で、さっきね、モンスターストライクマルチバーストやったらこれね、もらえました。じゃじゃーん、これレッドリドラ、ブルーリドラとかのベビーメタルコラボ缶バッジ、イエイ。ですね、今ですね、なんとベビーメタルの皆さんにお会いできるということで、突撃インタビューさせていただきたいと思います。ドキドキする。いきます。
日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ヒカキンと申します。あの僕のこと知ってます？はい、あれは知ってたよ時間割いてもらってありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとせっかくの機会なのでいくつか質問していいですか？はい。さあ、今ワールドツアー中だと思うんですけど、はい、こういろんな国回ってきて印象的だった国とか感想とか聞いてもいいですか？はい、そうですね、今回10カ国すげー国を回らせていただいたんですけど、はい、国によって盛り上がり方が全然違って、私が一番覚えているのがスイスで、最初結構なんかアウェーな、ちょっとアウェーな感じでワンマンライブだったんです、はい、すごくドキドキして、でも一番最後のいじめダメ絶対っていうところに、はい、お客さんがみんなしゃがんで一斉にパッてジャンプ。その反応は日本でもなく他の国でも初めてだったので、スイス人はちょっと違ってたと。じゃあ逆になんかもうノリノリな国はどこだった？あとメキシコがすごくノリが面白かったとか、なんか結構日本とかだと合いの手で一緒に歌ったりっていうのが多いですけど、メキシコの人はもうとりあえず踊ひたすら踊ってたり、ひたすら頭を使ったり、じゃあ音楽出してるんですね。そうです、そうです。じゃあ国民性が出る、はい、ありがとうございます。一押しのベビーメタルミュージックビデオは何ですか？はい、おー来た、ドキドキモーニングという、私が一番最初に出したミュージックビデオ。一番最初、はい、だからこそやっぱ思い出がある。思い出がある。おー、いいですか、チェックしてくださいね今日あのモンスト、はい、モンスターストライドのマルチバースト、今日限定で会場でやらせていただいたんですが、モンスト知ってますか？あ、そう、引っ張り込んでくださいユーフレーだね。今後もあの楽しみにしてます。本当にありがとうございます。ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポイ、バイ私ヒカキンのツイッター、LINE、Instagram、Vine、ツイキャス、Facebook、 その他ヒカキングッズや他の YouTube チャンネルも動画概要欄のリンクからご覧いただけます。そしてこのヒカキン TV では私ヒカキンにやってほしいことを募集中、概要欄のリクエストフォームからぜひ。最後に画面下のチャンネル登録ボタンを押してー、ダラク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 ダ